6番ですね。これも3分のと2分ので、通分しなければならないですね。3、2が6分のにしましょう。まとめて、3、2が6分の、こっちに2をかけてね、上の 2a プラス3にも2をかけて 4a プラス6、ね、4a プラス6、こちら側は2を6にしたので3倍、上の a も3倍してマイナス 3a、 こうですね。そしたらこの a の項を計算できるということで、これは6分の 4a-3a は 1a だから a プラス6はそのまま6、こうですね。まあこのままでもいいし、これは6分の a と6分の6に分けると、これはわざわざそんなふうにすると6分の a、プラス6分の6は1だからこれでも OK ですね。これでも丸、これでも、まあ、どちらでも OK ですね。